夏目漱石のケーベル先生。西洋哲学を日本に根付かせたケーベルという哲学者。文化の基礎を作った人物。木の葉の間から高い窓が見えて、その窓の隅からケーベル先生の頭が見えた。脇から濃い藍色の煙が立った。先生はタバコを飲んでいるな、とよは安倍君に言った。この前、ここを通ったのはいつだか忘れてしまったが、今日見るとわずかの間にもうだいぶ様子が違っている。後部線の崖の上は角並み新しい立派な家に建て替えられて、いずれも現代的日本の生み出した富の威力と切り離すことのできない門構えばかりである。その中に先生の住居だけが過去の形見のごとくたった一軒古ぼけたなりで残っている。先生はこのくすぶり返った家の書斎に入ったなり、めったに外へ出たことがない。その書斎は取りも直さず、先生の頭が見えた木の葉の間の高いところであった。よと安倍君とは先生に導かれて、敷物も何も足に触れない素肌のままの高い階段を薄暗がりにガタガタ言わせながら登って会場の右手にある書斎に入った。そうして先生の今まで腰を下ろして窓から頭だけを出していた一番光に近い椅子に夜は座った。そこで外面から差す夕暮れに近い明かりを受けて初めて先生の顔を熟視した。先生の顔は昔と様で違っていなかった。先生は自分で63だと言われた。夜が先生の美学の講義を聞きに出たのは夜が大学院に入った年で、確か先生が日本へ来て初めての講義だと思っているが、先生はその時からすでにこういう顔であった。先生に日本へ来てもう20年になりますかと聞いたら、そうはならない、確か18年目だと答えられた。先生の髪もひげも英語で言うとオーバーアンとか形容すべき極薄い朝のような色をしている上に、普通の西洋人の通り、非常に細くって柔らかいから、少しの白髪が生えても、まるで、目立たないのだろう。それにしても、血色が、元の通りである。18年を、日本で住み古した人とは、思えない。先生の容貌が、永久に、みずみずしているように、見えるのに、引き換えて、先生の書斎は、ぼけきった色で、包まれていた。洋書というものは、カラボンや和書よりも装飾的な瀬川に学問と芸術の派手やかさを忍ばせるのが常であるのに、この部屋は世の目をいる何者をも憎していなかった。ただ大きな机があった。色の冷めた椅子が4脚あった。マッチとエジプトタバコと灰皿があった。世はエジプトタバコをふかしながら先生と話をした。けれども部屋を出て下の食堂へ案内されるまで、世はついに先生の書斎にどんな書物がどんなに並んでいたかを知らずに過ぎた。世と安倍君とは先生に導かれて、敷物も何も足に触れない素肌のままの高い階段を薄暗がりにガタガタ言わせながら登って会場の右手にある書斎に入った。そうして先生の今まで腰を下ろして窓から頭だけを出していた一番光に近い椅子に、世は座った。そこで、外面から差す、夕暮れに近い明かりを受けて、初めて、先生の顔を、熟視した。先生の顔は、昔と、様で違っていなかった。先生は、自分で63だ、と言われた。世が、先生の、美学の講義を聞きに出たのは、世が、大学院に入った年で、確か、先生が、日本へ来て初めての講義だと思っているが、先生はその時からすでにこういう顔であった。先生に日本へ来てもう20年になりますかと聞いたら、そうはならない、確か18年目だと答えられた。先生の髪もひげも英語で言うとオーバーアンとか形容すべき極薄い朝のような色をしている上に、普通の西洋人の通り非常に細くって柔らかいから、少しの白髪が生えても、まるで目立たないのだろう。
それにしても、血色が元の通りである。18年を日本で住み古した人とは思えない。先生の容貌が永久にみずみずしているように見えるのに、引き換えて先生の書斎はボケ切った色で包まれていた。洋書というものは、空本や和書よりも装飾的な瀬川に学問と芸術の派手やかさを忍ばせるのが常であるのに、この部屋は世の目を射る何者をも憎していなかった。ただ、大きな机があった。色の冷めた椅子が4脚あった。マッチとエジプトタバコと灰皿があった。世は、エジプトタバコを吹かしながら、先生と話をした。けれども、部屋を出て、下の食堂へ案内されるまで、世は、ついに先生の書斎に、どんな書物が、どんなに並んでいたかを、知らずに過ぎた。先生は、こういうふうに、それほど、故郷を慕う様子もなく、あながち、日本を嫌う景色もなく、自分の性格とは、入れにくいほどに、矛盾な乱雑な空虚にして、安っぽい、いわゆる、新時代の世帯が、周囲の蚊と層の底から、次第次第に、浮き上がって、自分を、その中心に、陥落せしめねば、山の勢いを得つつ、進むのを、日ごと、眼前に目撃しながら、それを、別世界に起こる、風馬牛の現象のごとく、よそに見て、極めて、落ち着いた、18年を、我が国で過ごされた。先生の生活は、そっと、すすの巷に捨てられた、ギリシャの彫刻に、血が通い、出したようなものである。雑踏の中に、己を動かして、いかにも静かである。先生の踏む、靴の底には、敷石を噛む、寮のひびがない。先生は、紀元前の半島の人のごとくに、しなやかな、革で作ったサンダルを履いて、おとなしく、電車のそばを、歩いている。先生は、昔し、カラスを飼っておられた。どこから来たかわからないのを、餌をやって、放し飼いにしたのである。先生とカラスとは、妙な因縁に、聞こえる。この二つを、頭の中で、結びつけると、一種の気持ちが起こる。先生が、大学の図書館で、書家の中から、ポーの全集を引き下ろしたのを、見たのは、昔のことである。先生は、ポーも、ホフマンも、好きなのだ、という。この夕べ、そのカラスのことを思い出して、あのカラスは、どうなりました、と聞いたら、あれは、死にました、凍えて死にました。寒い晩に、庭の木の枝に、止まったまんま、翌日になると、死んでいました、と答えられた。カラスのついでに、コウモリの話が出た。安倍君が、コウモリは、スケブチックな鳥だ、と言うから、なぜ、と反問したら、でも、薄暗がりに、はたはた飛んでいるから、と謎のような答えをした。世は、コウモリの翼が、好きだと言った。先生は、あれは、悪魔の翼だ、と言った。なるほど、絵にある、悪魔はいつでも、コウモリの羽を背負っている。その時、夕暮れの窓際に近く、日暮らしが来て、明らかに鋭い声を立てたので、テーブルを囲んだ、よったりは、しばらく、それに耳を傾けた。あの鳴き声にも、イタリアの連想が、あるでしょうと、世は、先生に尋ねた。これは、先生が、少し前に、トカゲが、美しい、と言ったので、青く澄んだ、イタリアの空を、思い出させやしませんか、と聞いたら、そうだ、と答えられたからである。しかし、日暮らしの時には、先生は、少し首を傾けて、いや、あれはイタリアじゃない。どうも、イタリアでは、聞いたことがないように思うと、よ、などは、熱い都の中心に、誤って転ぜられた、とも見える、古い家の中で、静かに、こんな話をした。それから、菊の話と、椿の話と、スズランの話をした。果物の話もした。その果物のうちで、最も香りの高い遠い国から来た、レモンのつゆを、絞って、水に滴らして飲んだ。コーヒーも飲んだ。すべての飲料のうちで、コーヒーが、一番うまい、という先生の思考も聞いた。それから、静かな夜の中に、安倍君と二人で出た。先生の顔が、華やかな演奏会に、見えなくなってから、もう、よほどになる。
先生はピアノに手を触れることすら日本に来ては口外せぬつもりであったという。先生はそれほど浮いたことが嫌いなのである。すべての演奏会を謝絶した先生は、ただ自分の部屋で自分の気に向いた時だけ楽器の前に座る。そうして自分の音楽を自分だけで聴いている。その他にはただ書物を読んでいる。文化大学へ行って、ここで一番人格の高い教授は誰だと聞いたら、100人の学生が90人までは数ある日本の教授の名を口にする前に、まずフォン・ケーベルと答えるだろう。かほどに多くの学生から尊敬される先生は、日本の学生に対して終始変わらざる興味を抱いて、18年の長い間哲学の講義を続けている。先生が特に作漠たる日本を去るべくして未だに去らないのは、実にこの愛すべき学生あるがためである。京都の深田教授が先生の家にいる頃、いつでも暇な時に晩餐を食べに来いと言われてから行かずに経過した月日を数えると、もう4年以上になる。ようやくその契りを果たして阿部君と一緒に大きな暗い夜の中に出た時、夜は先生はこれから先もう何年くらい日本にいるつもりだろうと考えた。そうして一度日本を離れればもう帰らないと言われた時、先生の引用したノーモアネバーモアというポーの句を思い出した。明治44年7月。ご視聴感謝いたします。次の動画をご覧になる機会には、この動画のチャンネルを思い出してください。